物珍しいだろうが、当家は異国との付き合いもあるゆえ。いえ、失礼いたした。半蔵殿、こたびはどのような用件か。世は家康様のお力で天下太平、よもや今更調略に見えたわけでもあるまい。まことに今は太平の世でござる。それも伊達方が関ヶ原の戦いの最中に上杉を抑えた働きあってのこと。太平の礎に力添えくださった政宗殿にはお礼の言葉も見つかりませぬ。政宗殿、拙者奥州で綾香氏の動きありという噂を耳にいたした。これは異なことを。綾香氏など取るに足らぬ噂でござろう。重長殿、太平は守り続けることこそ肝要。どのような火種が天下に災いをもたらすやもしれませぬ。よかろう。綾香氏のことを耳にいたせば、お主に知らせよう。かたじけない。ではこれにて。半蔵殿は異国の者と綾香氏を重複したと聞く。確か安仁は死に申した。ほう、それは惜しいことをした。鬼を斬るという男、この目で見たかったものよ。Weren't you supposed to be dead? Oh, oh! I got to get a little bit of a chance. Sorry! Now is a great time. The people's faith has returned. I've returned to my soul.全ては巡り巡る。そう、この国に再び霊石を用いた戦乱が起ころうとしておるのだ。迫っておる。半蔵は奥州の言う伊達政宗が霊石を集めておると突き止め、その目的を追っておる最中に消息を絶ったのじゃ。安心よ、急ぎ奥州へ向かってくれ。改まの気配も強い。気をつけるのじゃ。
今は遠いが、どうやらこの先におるようじゃ。ここ遠野は霊石の地、あやかしが力も増しておるはず。油断はならぬぞ。
Thank you.
間がそこかしこに満ちておるわい。
るき、今を置いて他になし。もとより手段など問うては俺のだ。飢餓の分別がつかなくなってきておるな。誰ぞ処分を。
凄まじい力が漂っておる。主よ、血を抜くでないぞ。その伊達重猿、鬼となったこのわしを知るか。石を使った報い、もはや時は残されておらぬ。政宗様の天下のため、黒羽ばきを率いて最後の戦へ向かわん。急いでくれ。わしはやるべきことが残っておる。